酸化ストレス研究者の犬ふさはるひこです。今日はガンマ GTP を本当に下げるためには、その1、ガンマ GPT とは何かについてお話をします。えー、以前、ガンマ GTP のビデオを上げて多くの方に見ていただいたのですが、本当に下がる話が出てこないと、いくつかのおキしかりを受けておりました。さて、本ビデオの用紙ですが、 まず、ガンマ GPT とは何かを考えてみましょう。そして、ガンマ GTP が上がるのは肝臓疾患以外でも上がるんですね。そして最近はガンマ GTP は酸化ストレスのマーカーであるという論文がたくさん出ています。そこでいくつかの論文を紹介したいと思います。さて、これは肝炎ネット。 というサイトから引用してきたものなんですが、ガンマ GTP とは何かということなんですが、えー、皆さんご存知のように AST、昔 GOT って言ってましたね。ALT、昔は GPT と言ってましたが、これは肝細胞で作られる酵素、トランサミナーズなんですね。そして、ガンマ GTP は胆管で作られる酵素と書いてあります。つまり、 肝臓はいろいろな毒物を排出して単純として出していくんですが、肝臓の細胞で作られる酵素が AST、ALT。そして、それを流し出すための単管という管があるわけですが、そこの細胞から作られる酵素がガンマ GTP ということになります。 そして肝臓でアミノ酸の代謝にかかる働きをしていると書いてありますね。さあ、ガンマ GPT はガンマグルタミールトランスペプチダーゼの略です。そしてタンパク質を分解する酵素で肝臓組織障害や胆道系に閉塞があると血液中に流れ出てきます。 そして、ガンマ GTP はアルコールに敏感に反応し、肝障害を起こしていなくても、普段からよくお酒を飲む人では数値が上がっている。そして、アルコールに関係なく生じた非アルコール性脂肪性肝炎、ナッシュっていうんですが、これでも数値が上がるということが分かってきました。ところが、最近はそれだけではないんですね。 ガンマ GTP は酸化ストレスのマーカーだという論文がたくさん出てきました。今日、医学論文を検索するパブメドで検索をしてみました。ガンマ GTP と酸化ストレスとマーカーという言葉で検索をしますと、なんと論文が300ぐらい出てくるんですね。これらのうちで重要なものを少し解説をしていきます。 この論文は、ガンマ GTP は糖尿病及び高血圧の発症予測因子であるという研究をまとめたものです。それはなぜかというと、ガンマ GTP 自体が酸化ストレスを引き起こす可能性が考えられているんですね。そして、ガンマ GTP が糖尿病と高血圧を予測するかどうかを調べるための研究を行った。 1985年から86年にかけて4844人を検討してるんですが、これは検査をしたのはですね、実は15年後なんですね。そして糖尿病の発症と高血圧は非常に高くなってたということで、ガンマ GTP は有意な予測因子であったという結果でした。結論として、 ガンマ GTP の今までの機能性を考えると、これらの関連性は糖尿病及び高血圧のリスクにおける酸化ストレスの役割と一致していると結論に達しています。データを見てみましょう。ガンマ GTP の中央値から低い人と高い人を分けますと、 15年後には糖尿病はなんと3倍に増えてます。そして、高血圧を見ても2.8が3.9ということで、優位に高くなっている。一言で言うと、正常範囲の値でもですね、ガンマ GTP が高いと、15年後に糖尿病高血圧になりやすいですよ、という論文です。さて、 次の論文は、抗酸化物質であるカロチノイドとかビタミン E とかですね、ガンマグルタミルトランスフェラーゼとの関連ということで、えー、若い成人における新血管疾患のリスク因子に関する研究から持ってきたものです。これは抗酸化作用を持つ血性カロチノイド及びビタミン E と ガンマ GTP との関連を調査しています。先ほどの論文と同じように、1985年から86年にかけて、えー、3000人ぐらいでデータを出しています。血清カルチノイドおよびビタミン E は0年目と7年目に測定。ガンマ GTP は0年目と10年目に測定。そして、0年目のビタミン E、アルファトコフェノールですね。 これは10年目の血清ガンマ GTP 値の優位な逆相関予測因子であった。つまりどういうことかというと、0年目にビタミン E が低い人というのは10年目にはガンマ GTP が上がってるよっていうことなんですね。結論として本研究の結果はガンマ GTP が酸化ストレスに関連するマーカーであるという主張を裏付けるものであるというデータでした。 ですから抗酸化物質が低い人というのはそれからガンマ g t p が上がっていくよという予測になるわけですね。さて最後の論文を見てみましょう。この論文は比較的昔で2004年に出たデータなんですが「血清マ g t p は酸化ストレスのマーカーとして血清抗酸化物質を逆相関するのだろうか」という論文です。 これは米国の成人参加者9000名、これ大きな数ですよね、を対象にしてガンマ GTP の区分と血清抗酸化物質との横断的関連性を調査したものです。ガンマ GTP の血清濃度は抗酸化物質であるいろいろなもの、そしてビタミン C などの血清濃度と逆相関していたということですね。 つまり、どういうことかというと、ガンマ GTP が高い人は抗酸化物質が下がってましたよ、ということです。そして、このガンマ GTP が正常範囲であったとしても、高い方というのは、酸化ストレスの早期マーカーである可能性が強く示唆される、という論文です。まあ、一言で言うと、ガンマ GTP が正常範囲でも高い人っていうのは、 リスクがありますよということだと理解してくださいさてまとめてみましょうガンマ GTP とは何かアルコールや肝障害で上昇するんですしかし酸化スストレスマーカーカとしても有用です今分かっていることでは糖尿や高血圧と連動するそしてガンマ GTP が高いと抗酸化物質が低いということが明らかになっています ですから、ガンマ GTP を下げるには、酸化ストレスを下げるのが一番ということになります。ガンマ GTP を本当に下げるための酸化ストレスを下げる方法については、次の2でお話をしたいと思っています。現在、抗酸化配合剤の無償供与を行っています。新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応、 の症状に悩む方々へ無償供養を行っていますので、こちらの URL から申し込んでください。なお、メールや電話などでは受付ができませんのでご注意ください。抗酸化研究室についての情報です。このビデオに質問やコメントなどありましたら、こちらのメールアドレスにメールを送ってください。 私の所属施設に直接電話やメールをされても回答できませんのでご注意ください。